アマミイシカワガエルは、両性甲無比木アカガエルかニオイガエル族に分類されるカエル。日本固有種模式標本の産地は、山戸村。体長雄7.4から12.4センチメートル、メス9.5から13.7センチメートル。西部個体群は、より大型になる。背面の皮膚は、円錐形の隆起や、円形や、下流状の小型隆起で覆われる。 この塩水系の隆起は沖縄石川ガエルと比較すると小型。背面の体色は黄緑色で黒か四色の反紋が入る。覆面の暗色斑は小型で不明瞭。以前は石川ガエルを石川への甘見大島古代軍とされていた。沖縄石川ガエルと交雑すると雑種致死あるいは生死形成異常を引き起こす。本種と沖縄石川ガエルは 200万年以上前に分岐したと推定されている。産地にある上緑紅葉樹林からなる自然林内を流れる河川の源流域や上流域の周辺などに生息する。かまど馬類などの昆虫、安出類などの大足類、ナメクジ類などの有拐類、ミミズなどを食べる。繁殖様式は乱生。主に1から5月に源流付近にある岩や地中の穴などに 約1000個の卵を産む。陽性は翌年か、翌々年の5から9月に変態する。森林伐採や道路建設、虹林の増加による生息地の破壊及びこれらによる水質を抱く交通事故、人為的に移入されたフイリマングースによる捕食などにより生息数は減少していると考えられている。2016年に 国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。2003年に、鹿児島県の天然記念物に指定されている。鹿児島県の気象野生動植物種にも指定されている。絶滅危惧アイビールイ。ありがとうございます。